はい、ぼちぼち復活です。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、今日も元気に編んでいきましょう。はい、おかげさまで復活でございます。まあ完全復活とまではいかないんですけれども、もうね、動くようになりました。まだね、強くかなりこれでもギューとできるようになったんですけれど、いやいやいや、えらい目にあったと。ということで、まあ、ここのね、親指のこの部分が捻挫ですね。関節というか、捻挫ということで、もうがっつり固めてたんですよね。腫れもね、最初はちょっと腫れてたんですけれど、腫れの方も引きまして、で、それでもね、がっちり固めておりまして。おいで。お猫様は久々の撮影に不満だそうです。はい。で、まあ、がっつりね、固めていって、で、あんまり動かさないような生活をしてたんですけれども、もう日常生活で親指に力を入れられないとできないことっていうのが、まあ、いろいろありまして。結構ね、日常生活が大変でございました。物を掴むとかはね、ここがっつり固めてるので、こういう状態では掴むことできるんですよ。こっちに力が入る分には全然、ね、こういけるんですけれど、親指痛いと、これできないんだってよくわかったのが、ジップロックとかの、ファスナー付きっていうか、あるじゃない、ピッてと、このピッていう動きですね。ジップロックとかの、こう開けるときにここに力がかかるっていうのを初めて意識しまして、こう開けられないからこう開けるとかね、そういう細かなペットボトルの蓋が開けられなくなる、こうやるときにここに力がかかるんだっていうのが分かって、だから結構もともと右手なので、そういう部分がですね、ちょっと不自由な生活でございました。もう1週間もあれば良くなるでしょうと思ったんですけど、意外とね、なんていうの、力が入らないというか、まあ力を入れて痛いっていうのが、そういうね、ジップロック開けるとか、ペットボトルの蓋開けるとか、そういうのができるようになったのがごく最近でございます。だからそれまでね、やっぱり腫れも引いたし、何でもないこの状態でグーパーもできるようになったけれども、そうなった時にここにグッと力がかかった時にやっぱり痛いっていうことで、あんま使うなっていうことで、まあ今ちょっとリハビリ兼ねてね、ちょっと動きを再開させております。で、その間に編み終わりました。本当にこういう状態で、こういう状態なら編めるので、もうぼーっと編んでおりました。はい、一玉半ですね、糸。これ、余り糸だったものすべて使い終わりました。怪我をする直前まで編んでいたね、ネット編み。この糸の余り糸で、一玉半分かな？一玉半余っていた糸全部使いまして、まあ、ネットバッグということでネット編みをしておりました。で、最後ずっとですね、この一つのここのネット鎖編み9目です。鎖編み9目して細編み、鎖編み9目して細編みっていうのをずっとやってきて、何段編んだかな、まあ一玉半全部糸がなくなるまで編み終わりました。で、長さ的にはですね、今これ力を加えていない状態です。力を加えていない状態で、まあ、30センチぐらいかなになってます。で、これネット編みなので、はい、いきますよ。ビヨーン、伸びるんです。ネット編みなので伸びますので、だいたいこの幅のもう倍ぐらい、倍以上伸びてしまうので、もうこれちょうどいいサイズだと思います。で、もうこれで、あとは取っ手の部分を作っていこうかなと。本日は取っ手部分に取り掛かろうかなと思います。さあやっていきましょう。で、もうこれ糸はなくなっているので、はい。一応100円ショップの買った糸、余り糸。で、ポップネップって似たようなね、テープ状の糸がありましたので、これ使って、色味ちょっと違うんだけど、まあ持ち手の部分だけ、この色でもいいかなと思いまして、
これで編んでいこうと思います。はい、このネットの部分ですね、鎖9目編んでは細編み、鎖9目編んでは細編みの草の鎖9目の部分、数えましたら24個ありました。で、24個あって、まあ持ち手をねこう作って、こう来てこう持ち手作ってっていう感じにしたいので、だいたい4分割ですね。4分割すればいいさ。ということで、24を6、4で割るか。と、6個かな。この鎖編み部分が6個で一塊。6個で一塊。っていうふうにやると4分割できるんじゃないかなと思っておりまして。もうね、感覚でザグザグ編んでいきますよ。ザグザグ編んでいきますよ。まずこの編み始めなんですけど、この鎖編み9目のところによいしょ糸をつけまして、まあいつもだったらね、私もこう細編みでバーッと編んでいくんですが、今回はい長編みで編んでみようかなと思います。はい、鎖3目編んで長編みを2つかな。ね、長編み3目、1つの鎖編みの部分によいしょ長編みを3つずつ編んでいこうかなと思います。そしたら今ね、いいだけ横にベローンって伸びてるものがキュキュッとキュキュッとなると思います。ちょっと長編みを編みましょう。長編み3目を鎖編み9目の6個分ですね。よいしょ。これが、まあ、持ち手のですね、こう、ある内側の部分になるかなと思います。はい。次の6箇所分は、長編みを倍の6目ぐらいにしようかなと思います。ここが持ち手の方。で、これが横の方ですね。はい、この鎖編み9目の中に長編みを6目ずつ編むっていうのを、まあ、この鎖編み9目の部分6個分ですね。6個分編みます。よくね、ここは細編みを編んでキュキュッとさせてね、しっかりこう、鎖編みの部分しっかりさせることが多いと思うんですけど、まあ、長編みでも面白いかなと思いまして。いやもうね、手を痛めて、まあ、生活がちょっと不自由な状態になって、ね、それはもう夕飯なんて、夕飯をこう炒めるとかね、ご飯を炊くとかね、そこら辺できるけど何ができない。包丁を握って物を切るというね、右手で物を包丁握って切るということはできないので、ね、それが一番大変でした。それが一番大変だったので、もう切らない料理ばっかり。切らない料理ばっかりやっておりました。もうね、レタスとかもうキャベツもちぎるみたいな、そういう料理をしておりました。そしてですね、まあ転んだ拍子ではないと思うんですけど、いや転んだ拍子なのかな、なんか左足のふくらはぎだけが痛いなと思って整形外科通ったら肉離れを起こしておりました。どんだけねどんだけ運動不足だったんだおいっていう状態でございます。先生にもね、ちゃんとストレッチしてやらないからだよってすごい怒られましたけれど、で今だからリハビリ通っております。足の方ね、電気かけてマッサージしてストレッチしてみたいな、またっていうね、腰で散々リハビリ通ってやっと終わったぜと思って、半年経ったら次はっていうね。皆さんもお気をつけください。本当に意外とね、こう、ちょっと転んだだけでもね、ダメージが大きいんですよ、体への。いやーね、年取りたくないわーって本気で思いましたね。だからちょっと筋トレとかね、ストレッチとかやんなきゃダメなんだなって。いや、私もね、歩くように、ウォーキングじゃないですけど、すごい頑張って、こうウォーキングって感じではないんですけれど、買い物行くとき歩いてこう。ね、歩いて往復30分から1時間なんですよ、買い物行く場所が。でも歩いていこうって思って、結構歩くようにした
矢先ですよ。矢先に肉離れ。どういうことですかっていう感じで。ね、思わぬところで、そんなところで、そんな怪我になっちゃうんだっていうね。そんな状態になっております。ただ今もう回復してきてますので、ね、これからまたちょっとリハビリちょっと頑張って、で、運動も再開、ね、歩くのも再開してますので、そうそう。だからストレッチ大事なんですけどね。あっという間にね、なんか若い時はそんなに動いてなくてもちょっとストレッチすれば元に戻るっしょぐらいの感覚だったんですけど、戻らないっていうか硬いまんまなんですね。っていうか何歩ほぐしてもほぐしても毎日本当に頑張ってほぐさないと昔みたいなこうほぐれ方はしてくれないっていう状態で硬くなってきてますねっていうね。よいしょ。はい、だいぶ編んできましたよ。だから最初に鎖編み9目の部分に長編み3目ずつね入れるのが6箇所で、それが終わったら鎖9目のところに長編みを6個入れるのが6箇所っていうのをこうそれぞれ、そしたらまたね、今度長編み3個入れるのが6箇所で、次長編み6個入れるのが6箇所。これね難しいんですよね。このネット編みの時のこの入れ口の大きさをどのぐらいにするのかで、狭すぎたら荷物入れ出し入れするのが結構ね引っかかって大変だし、で広すぎると今度大きくベヨーンって口が開きすぎてこう荷物が落ちそうになったりっていうのがあるので、それはそれでこうちょうどいい大きさにするのが結構ね難儀なんですよ。こう見た目的にかっこいいからこの大きさがいいかなーなんて思って作るとね、意外と物が入りにくかったりするんですよね。はい、ぐるっと回ってきました。はい、鎖編み9目のところに長編みが3目ずつね、3目ずつ入るのが6箇所。それが終わったら今度、鎖編み9目のとこに6目ずつ入れるのが6箇所。で、それが終わったらまた3目ずつ編むのが6箇所。で、6目ずつ編むのが6箇所。っていう感じで、ぐるっと編んできました。はい、編んできたら、始まりの、長編み始まりの鎖編み3目のところを、よいしょ。はい。拾って引き抜き編み、よいしょよいしょよいしょ。はい、3目の部分が6箇所をこっちの方6目ずつ入ってるのが6箇所、このくらいでいいかなと思います。でここから持ち手を作りながらですね、今度持ち手を作りながら編んでいこうと思うんですけれど、はい、鎖編み1つして後ろから長編みの足を拾ってかな、ちょっと待って、後ろから長編みの足を拾ってきて細編み、後ろから、はい、長編みの足を拾ってきて細編み、後ろから、はい、長編みの足を拾って細編みっていうのをこの3目分ですね、3目分やってそっから鎖編みします。1、2、3、はい、40目鎖編み40目編みました。40目編んだら、はい、これでどこにするかというと、この長編み3目ずつ編んできているところの最後の長編み3目ですね、最後の長編み3目を後ろから拾って細編みの引き上げ編み、後ろから拾って細編みの引き上げ編み、後ろから拾って細編みの引き上げ編みてな感じで、ちょっと引き上げ編みをやっていこうと思います。そしてこの6目ずつですね、次6目ずつのところも全部引き上げ編みちゃおうかなと思います。全部後ろからです。前からではなくて今回後ろ側からにして、この鎖編みっていうかこの目のねところが前にビヨンと見えるような形にしようかなと思います。このね、
今編んでる糸ですね、100円ショップの糸で、そんなにね、長い巻きじゃないんですよ。そんなにいっぱい巻いてる糸ではないので、あっという間になくなってしまうので、多分このぐらい、これであと1段2段編めるかどうかだなと思ってます。とりあえず、この長編み6目の部分ですね、長編み6目の部分は無心で、後ろから拾っては引き上げ編み、後ろから拾っては引き上げ編みと無心でやっていこうと思います。はい、無心で編む、無心で編む、無心で編んだら、はい、また鎖じゃないや、はい、長編み3目のところにやってまいりました。長編み3目のところにやってきたので、ここの長編み3目部分、最初のね、長編み3目部分を後ろから引き上げ編みをして、でここからまた鎖編み40目です。いや、もちろんね、はい、40目編みました。で40目編んだら、こちら側の長編み3目の最後の長編み3目ですね、最後の長編み3目の足を、長編みの足を後ろから拾って、後ろから拾っての、はい、引き上げ編み、ね、細編みの引き上げ編み、後ろから拾ってきて、足を拾って細編み、足を拾って細編みと、これをね、足を拾って細編みにすると、ここに目が出てきて、こっちにも目が出てきて、目がね2つに見えるんですよ。でちょっと分厚く硬くなるので、こう入れ口になるにはしっかりしてていいかなということで、この引き上げ編みを、長編みを編んでね、最初長編みを編んで、その次の段に長編みの足を拾って細編みで、引き上げ編みっていう感じにしました。そしたらここからですね、はい、多分ね、糸がもうないんで、多分この1段編んだらおしまいなんじゃなかろうかとちょっと思ってるんですけど、あとはもう細編み編むだけです。細編み編んでいくだけで、この鎖編みでね、持ち手作ってますけど、どうしようかな。鎖編みのところは上半目と裏山ですね、真ん中ブスッと刺して上半目と裏山拾って細編みしていっちゃいましょう。なんか一番ストレスなくね、編める方法で、鎖編みを拾って編める方法で細編み編んでいくのが一番いいんじゃないかなと思います。持ち手の部分が40目もありますのでね、あんまりこう難しそうな編み方とかね、拾うの大変な部分でやるとちょっとストレスかかっちゃうので、いや、裏山だけ拾ってね、細編み編む方が私は好きなのっていう方は、裏山だけ拾って細編みでも全然いいと思う。はい、であとはもうひたすらこう、なんちゃ、細編みをね、細編み拾って細編みみたいな、あとはひたすら1段ずらっと編んで終了になると思います。まあ一応ですね、体の節々にね、まだ転んだ後遺症みたいなのはところどころ残ってますので、まあマイペースでね、こう毎日毎日編まなきゃって感じではなくて、こうのんびりと編んでいこうと思いますので、まあどんどん自分の体とご相談しながら、編むのが大好きなので編みたいんですけれど、自分の体と相談しながらね、やらなきゃいけないってことで、まあ徐々に徐々にね、回復させるまで少しずつ少しずつやっていきたいと思います。ショート動画のね、動画もね、頑張ってやってはいるんですけれど、なんせなんだろうね、私この怪我を治しているので大変ですって言ってるのに、いろいろ火事が発生して、この撮影とか編みをしないってなったらなったで、なんかその分バーッとやらなきゃいけないことが、まあ新年度というかね、やらなきゃいけないことが山のようにやってきて、包帯のあの大きい手のまんまですね、ずっと毎日運転してましたね。誰々の送迎、夫の送迎、娘の送迎、買い物行かなきゃとかね、全然休めなかったまあでもそうなんだよねって感じで、休ましてくんねえのよねっていうことで、いや、ネットスーパーとかね、使おうかな
と思ってたんですけれど、いや、そうですね、これがもう歩けないとかね、そう、こう起き上がれない、寝たきりみたくなってるんだったら多分ネットスーパーとか利用してたと思うんですけど、いやそうでもないしなって、むしろちょっと動いてないとなまっちゃうしなっていう、リハビリ兼ねて動かないとねみたいなところもあったので、結局あのぐーたらできませんでした、ええ、ぐーたらせずに、そして家の中ちょっと綺麗になるみたいな、むしろ片付けがみたいな、掃除がとかって動くなって状態でもなんか動いてましたね。いや久しぶりになんか撮影できてちょっとほっとしておりますね。え、いろいろなんかね、作りたいものは出てきて、もうね、雨なかった時に頭の中で、あ、何が作りたいかな、これがいいかな、あれがいいかな、頭だけ働いてましたね。はい、帰ってきたので、はい、こまめに引き抜き編みして終了かな、もう終了だと思います。もう一周できません、多分糸足りなくなっちゃうので、これで終了かな、終了かな、多分物入れたらこう引っ張られるんじゃないかな、こういう形になりました。あの長編み編んで、で次の段から長編みの足を拾って引き上げ編みをすることによって、ちょっとこうね、前にビュンと出てきてっていうことで、ここちょっと分厚めになります。引き上げ編みをするとここの編み地ちょっと分厚くなるので、これでこう入れ口しっかりするかなと思います。余裕があるならここもね、なんか別の編みをしてもいいかなと思うんですけれど、糸に余裕がございませんので、これで終了になります。で、この口の広さ大きさもですね、ちょうどいいかなと思います。うん、こっちはね長編み3目で、こっちの横のところは長編み6目ずつで6箇所だから、こっち36目ですね、6636目、こっちも36目ぐらいにしてあるので、まあ物は入れやすいんじゃないかなと思います。はいはいはい、じゃあちょっと今日ね、最初のところから説明しましょう。あのなかなか時間が空いてしまいましたので、このネットバッグの編み方ですね、ネットバッグの編み方、一番最初ですね、一番最初鎖編みから始めたと思います。鎖編み4目編んで、輪を作って、その中に細編みが6個入るように編むんですけれど、細編み編んで鎖3目、細編み編んで鎖3目、細編み編んで鎖3目と、細編みが6箇所になるように編みます。で次の段ですね、次の段は鎖編みが5目になるように、細編みの数は変わらずですね、この鎖編み3目のところに細編み編んで、鎖5目編んで、次の鎖編みのこうネットのところに細編み、鎖編み5目編んで、ネットのところに細編みっていうのでぐるっと編みました。で次はって言ったら、この鎖編みの中に細編みが2つ入るようにですね。で鎖編み5目で変わりません。鎖編みの数は5目で変わらず、ただ、この鎖編みの中に細編みが2つ入るように、目数を増やす、細編みの数を増やしてぐるっと編んできました。次は鎖編みのところに細編み1つずつなんですけれども、ネットの方が鎖編み7目に多くね、5目から7目に増えました。で次の段は鎖編み、1個のところと、あ、鎖編みじゃないや、次の段は鎖編みのところに、細編みが1つ入るところと2つ入るところ、1つ入るところ2つ入るところって言って、こう1、2、1、2ってちょっと、6箇所ですね、6箇所、細編みが増えるポイントを作りまして、鎖編みの部分は斜めで編んでおります。で次の段は、鎖編みを9目にしまして、で、細編みは各ネットのところ1個ずつで編んできてます。でその次、鎖編み9目ですけれども、次は、はい、細編みが1つの部分、1つの部分、で次が2つの部分、1つ1つ2つ、1つ1つ2つ、
ね、一つ一つ二つっていうリズムで、今度細編みを6箇所増し目をしている状態にしました。でその後ですね、その後もう鎖編み9目でもうそれ以上増やしませんでした。鎖編み9目であとはもうずっと各ネットの部分に細編みが一つずつになるように鎖編み9目でぐるっとっていうのをずっと今度は、こうなんじゃ増減なしですね。鎖編みの目数も増やさず、細編みの目数も増やさずでずっと編んできた状態がこの状態ちょっと見えづらいですけど、このネットの状態です。でそれが終わったらですね、はい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 、今度それが終わったら6箇所ですね、6個ずつ6個ずつ、こっちも6個ずつ、こっちも6個ずつっていう感じで、このネットのね状態で、このネットの数ですね、ネットの数が、こう6箇所、こっちも6箇所、こっちも6箇所、後ろも6箇所の24個になってまして、で、はい、この真ん中の部分ですね、前の真ん中の部分はこのネットのところに鎖編み3目&長編み2つ、次のネットのところに長編み3個っていうふうに、こう長編み3個の部分がまず6箇所で、それが終わったらこの横の部分ですね、この横の部分、この横の部分は、はい、長編みが6個、6目分です、6目分を6箇所編みまして、でまたこっちの方は、長編み3目部分が6箇所、こっちは、長編み6目が6箇所っていう感じでぐるっと1回回ってきました。でそこから2段目ですね、2段目、はい、この長編みの足を拾って後ろから拾ったですね、前からすくうのではなくて後ろからすくった、細編みの引き上げ編みです。細編みの引き上げ編みをまずここ3箇所やって、やってから鎖編みでここ40目です。今回40目にしました。ちょっと肩にもかけたかったんでね、ちょっと長めにしてあります。でも実際編んだらそこまで肩、そこまでね長くなくなった、長くない伸びても多分肩までかけられないかな、腕ぐらいかなぐらいの、ものになってますけど、40目編みました。40目編んで、この6箇所の1箇所目と6箇所目ですね、6箇所目、6箇所目のところを拾って長編みの足を後ろから拾って細編みの引き上げ編みを編んでいきます。でこの横の部分ですね、この横の部分、横の部分はもうずっと一目に対して、引き上げ編みを、細編みの引き上げ編みをずっと後ろから拾って引き上げ編み、後ろから拾って引き上げ編みをずっとやってきます。で、また反対側に来たらまた1箇所目で、この長編み3個の部分ですね、3箇所引き上げ編みをしてから鎖編みを編んで、でまたこっち側側の長編み3目のところに引き上げ編み、でまた、この長編み6目の部分のところはずっと引き上げ編みをやっていくというので1段編んできます。そうすると引き上げ編みをするのでここちょっと分厚くなりまして、前にミューンと出てきます、長編みがね出てくるのでちょっと分厚い生地になって、まあ扱いや入れやすいかな、しっかりするかなっていう感じになっております。で次はって言ったら、もうあとは何も考えずにですね、1段細編み編んでおります。はい、鎖編みも拾って細編み、すべて細編みを拾って細編み、細編みで1段で終了ということで、ちょっとね見えづらいちょっと大きいのでね見づらいかもしれないんですけども、ここは全体的にはこんな形になっております。糸始末はまだしてませんのでピロピロしてますけれど、はい、で多分物を入れると伸びます。もうその分だけ伸びるので、ちょっと入れるものの形とかね、重さとか、うん、あんまり重たいものも入れるといいだけ伸びる、まあそれでもいいやって感じなんですけれど、うん、まあ入れるものを選ぶじゃあ選びますよね、ね、大きさとかね見えるから中身、まあそれでも涼しげな感じのネットバッグ完成いたしました。着替え入れたりね、こうちょっとコート丸めて入れといたりっていうのもいい感じのバッグになるんじゃないかなと思います。はい、というわけで
ようやく手の方を回復しましたので、撮影始めましたということで、はい、また次回からも楽しく編んでいこうと思います。いや、次回何しようかな。ちょっと夏糸ですね。もうこれからは夏、春夏物でしょうということで、ちょっと春夏のものの糸を見てどうしようかなっていうのをちょっと考えておこうかなと思います。はい、それではまた次回ですね。次回も楽しく編んでいこうと思います。それではまた。じゃあ